皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。それでは荒川は元旦から海に行ってきました。それでは深海魚採集の映像にどうぞ。これね、全部桜エビとかいわゆるそういう深海とかに近いようなやつのエビの子供たちなんですよ。だからまあこれがいるときは他の深海魚が上がる可能性は十分ある。海に来て早々深海生物がいる兆しが見えてきました。このね、大量に打ち上がってるエビたちは深海から来たようです。これ採用ですね。採用ってこちらも深海魚に近いようなまずは1匹目の深海魚、こちら採用なんですが、皆さんこのお魚が何の仲間かわかるでしょうか。そう、こちらタラの仲間なんですよ。この小さい見た目から全く想像できませんよね。やばいっすよ、裸イワシの、深海魚の裸イワシが、ん、これスミクイオだ、違う深海魚ですね。さあ皆さん、こちらの魚スミクイオ、なんとあの高級魚ノドグロの仲間だったりします。珍しい深海魚は1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、これ全部深海魚ですよ。やば。この日はね、なんとね、辺り一面に深海魚がたくさん打ち上がっていました。さらになんとイカも登場です。何イカだよ、普通に結構鮮度いいから食えるんじゃないかな。ということでこちら早速ね、スルメイカなんですけど焼いて食べました。めちゃめちゃ美味しかったです。詳しくはライブ配信のアーカイブを見てみてください。そしてまだまだ珍しい魚は続きます。こちら手のひらの上に乗っている小さい魚、大口ヌメリと呼ばれる魚です。日本国内では数例しか捕獲例がないとっても珍しい魚です。その生態映像が YouTube に上がったのは世界初じゃないでしょうか。さてお次は先ほども取れた深海魚ハダカイワシがまたもや打ち上がっていました。よく見るとね、魚の魚体に発光器と呼ばれる光るものがあって、それがすごく綺麗な魚です。それがね、辺り一面に打ち上がっているんですよ。ここにも深海魚いました。これも全部回収していきます。いや、めっちゃ深海魚落ちてるな。浜に深海魚大量発生中ですよ。ほら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 、これ全部深海魚。これもハダカイワシっていう深海魚です。これと、この3匹全部深海魚です。だいたい深海魚採集の日ってすごいね、風が吹いてるんでなかなか音声使えないんですけど、あんな風にね、浜を延々と歩きながら深海魚を拾ってます。こんな感じで並んで打ち上がっていたり、葉っぱのね、縁に紛って深海魚が出てきたりするんで、よーくね、目を凝らしながらいろんな魚を探してみてください。この子、青い輝きがすごくないですか。これね、生きてないと見れない輝きなんですよ。これもね、深海魚のね、ハダカイワシの仲間ですよ。ちなみに今回は深海魚以外に普通の魚も打ち上がっていました。こちら皆さん釣り人もご存知のエソです。これはね、ウニの仲間ですね。ラッパウニとかその辺の仲間じゃないかな。こういうのもね、波と風の関係によっては陸に打ち上がります。こういうのを拾うのをビーチコーミングって言ったりします。これシメツカイユウユのサツキハゼとかそういう魚かな。シメツカイユウユって1月からね、3月ぐらいにかけてほとんど寒い海から死んでしまうんですけど、死んだ魚はね、こうやって打ち上がったりするんで、そういった魚の部類だと思います。これもシメツカイユウユの部類ですね。多分ベラ系の魚で、タコベラとかその辺だと思うんですけど、多分ね、海の中が寒すぎてどん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 シメツカイユウとか、まあ熱帯寄りの魚が打ち上がってますね。波が来てます。こうやってほんとね、波打ち際にいるんですよ、こういう魚。なんかあんまり見ないタイプのカサゴみたいなやつが打ち上がってましたね。多分ね、近海の魚だと思うんですけど、近海の魚にしてはあんま見ないから、何かわかんないから調べてみます。え、何これ何これ何これ、やば、何これ、多分ナマコだと思うんだけど。多分ナマコの仲間ですが、こんなのもね、打ち上がるんですね、浜に。さてお次は全く見た目がよくわからないものがいました。こちらクラゲの仲間だと思うんですが、
パッと見見た目ウニみたいじゃないですか。こんな生き物荒川自身も初めて見ました。こちらのクラゲ、カッパクラゲや日輪クラゲに近い仲間らしいです。まあ、かなりね珍しい生き物でこんな風に観察しています。下の方はねしっかりクラゲみたいに動いてますが、上から見るとパッと見ウニでしたね。さてお次はちょっと分かりにくいんですが、画面中央に注目してください。こちらタルマワシと呼ばれる深海系の生き物です。さてお次はねハダカエソと呼ばれる生き物です。画面中央に透明な魚がいるのが分かるでしょうか。この魚生きている時はね尻尾の方に赤みがかかるんですよ。これはね生きている深海魚のハダカエソじゃないと見られないです。結構ね死んだ後市場でね透明なやつはね実は売ってたりするんですけど、生きてる赤みが見れるのはここだけです。そう、深海魚はね透明なだけじゃなくて様々なね色があるんですよ。ちなみにこういった荒川のチャンネルで紹介している深海魚たちはほとんど研究が進んでなくて、ザラに新種が出てきたりもします。そのためいつか荒川が捕獲した深海魚から名前がつく種類が出てくるかもしれません。さてそれでは深海魚拾いに戻りましょう。落ちている個体をどんどん拾っていきます。ここにも落ちてましたよ。これとこれ、これね2匹とも深海魚っすよ。これ住みくいよっすね。これもねちょっと珍しめの深海魚の仲間だと思います。今回はね2匹目の住みくいよの発見です。ちょっとね大きめのハダカイワシとかが取れましたね。この辺のサイズのやつも上がってきてますね。5センチぐらいあって比較的大きい個体です。ちなみにこのハダカイワシの頭に寄生虫が。そしてこちらはサギフエと呼ばれる深海魚です。これはね比較的浅い 200m、 本当に浅いとね 15m ぐらいまで来るような深海魚なんですが、こちらも捕獲することに成功しました。生きて泳いでねたまに水族館なんかでも見れるタイプの深海魚です。こちらね透明なねお魚で、おそらくレプトケファルスって呼ばれる、まあアナゴとかねウナギとかウツボとかの稚魚だと思いますが、こんな透明なのね浜に一応あるんですよ。実はちょっと珍しかったりしますよ。こちらねヨウラククラゲって呼ばれるクラゲで、まあ深海系ではないけど深海系の生き物が打ち上がる時に打ち上がるようなクラゲです。なんかねイカがね打ち上がりかけてました。結構ね目が大きいから、まあ深海の仲間か何かはちょっと今のところは分かんないです。今度はエソが打ち上がってました。これはね普通のノーマルのいわゆる近海を泳いでるエソですね。これも多分なんかね風とかの向きで打ち上がるんだと思います。やばくないですか、サメ打ち上がってましたよ。これ全長ねまだ大きくないんですけど50センチないぐらいのサメが上がってました。今まで荒川もね多くの深海魚を浜で捕獲してきたんですが、まさかサメが打ち上がってるとは思いませんでした。しかもこちら普通のサメではなく不凸のザメと呼ばれるね水深1000メートル前後に住むような深海のサメで、とても珍しいようです。さすがに自然現象で打ち上がるとは思ってないんで、おそらくね漁師さんが取って釣ってねいらないっていう風にポイした個体がたまたま打ち上がったんだと思います。そしてお次は漁港の方に移動していきます。あそこにね、あ音声無理や、この風だとトゲチョウがいるんですよ。死滅したトゲチョウチョウが打ち上がってますね。こんな感じで夜の漁港をねうろうろしてると、なんとこちらサメハダホオズキイカの仲間か、ホオズキイカと呼ばれる大変珍しい深海のイカが見つかりました。このイカ生態がねほとんど分かっていないため、そして荒川の家になんとかうまく持ち帰れたため、4時間にわたって行動をねライブ配信で観察してみました。詳しいこのイカのライブ配信は概要欄からぜひぜひ見てみてください。とても可愛らしいイカなんですが、残念ながら2日間ほどしか飼育することはできませんでした。おそらく海と水槽ではやっぱり環境が違くて残念ながら弱ってしまったようです。もしこの動画を詳しい研究者の方が見ていたら、ぜひその行動から何か詳しい生態を見極めてくれると嬉しいです。そしてお次はね、
ヒオウギ貝と呼ばれる貝で、これはね、漁港のバケツが落ちていて、それにくっついていました。ちょっとね、色が珍しい貝だったんですが、よくわかんなかったので、リリースすることにしました。はい、ということで、今回の深海魚採集の映像、いかがだったでしょうか？なんと大物としてはサメ、そして深海のイカ、そして大量の深海魚たちを捕獲することに成功しました。いや、深海魚や深海の生き物は本当にね、不思議な形をしていたり不思議な生態をしてるんで、本当にいつ見ても飽きない面白さがいっぱいです。今シーズンはちょっと外れ年かなーなんて言われていたんですが、やっとね、海が本気を出してくれたようで、たくさんの深海魚に出会えました。そしてちょっとまだ動画ではお伝えすることができないんですが、なんとね、日本で例がないかもしれないような大変貴重な深海魚を荒川捕獲することができました。これはね、本当に伝えられるのが半年後、1年後になるかもしれませんが、詳しくね、論文だったり博物館に提出研究ができた暁には伝えようと思います。はい、ということで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter や Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。これからもね、どんどんこういった深海生物の映像を出していきます。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。